シェルパチャンネル。どこ直すのかっていうのね。そう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 なんですよね。それこそ白畑さんが出した、あれは大衆化かな。そう、まあ、あの本をかなりメインに勉強していて、うん、そこからこうなんか疑問点っていうか、はい、自分でトピックを拾ってきてますね。うん、本人は。うん、まあ、何せその直すなんていうのだって、結局全部は直せないの。決まってるわけだから。うんうん、そしたらやっぱり主なものでも拾いましょうっていうのは普通の。そうそう。で、その主なものっていうのが何かしらのその順位をつけるというか、できるのかなみたいなふうに考えたいみたいですよね。うん、例えばこの学習段階に応じてとか。まあでもあれだよね。そういうのを考えるときに、まあ取捨選択というのもあるけど、まず難しく考えないで、なかったらどうなるのって考えればいいわけじゃない。で、三単元の S なくてもほとんど生きていけるよ、うん、という、これがなかったらどうするのとかっていう、だから例えば単語10個しか知らないっていうのは、これやっぱりちょっといくら文系語文系してたって知ってても10個の単語で語文系作るのなかなか難しいし、で、そういうのは普通に考えれば分かることであるから、普通に考えるっていうことから入るというのを、ね、なんか ね、 教育が邪魔しちゃってる感じがあるんだよね。教えるか何かみたいな、その教師の役割が何かっていうのが、そのストッパーになってるとか、その誤りの訂正とかだとあるなと思うのが、よくなんかそのライティングのフィードバックの話とかを先生たちとするときに、そのまあ誤りを選んで全部直せないから、今回はこの誤りっていうのを決めるとか、あとは学大の付属の世田谷中にいた小杉敦子先生とかは、なんか最初の5個までは直すけど、見てて、そのどの5個って決めない、とにかく最初に出てきた5つまでは直すけど、そこから先はもう新しい種類のは直さないみたいな風にライティングのフィードバックをして返して、生徒にもそう言ってるっておっしゃってたんですけど、それが結局できる人とできない人がいて、できない先生の心理状況として、言われたことがあるのが、自分がそこで直さなかったら、その用法を正しいと生徒は思ってしまうから、それが結局生徒に間違ったものとして身についてしまう。で、その責任が自分には、なんていうか、それを阻止しなきゃいけない責任があるからっていうような話を、まあ、言葉は違うけど先生もいらっしゃって、これはだからその取捨選択を妨げている。そうそう、それでね、なんですかね、その心理、一つはそうなんだけど、一つはそうなんだけど、後にいくらでも機会があるじゃないっていうのになれば、その心配はないんですよ。はいはい、ワンチャンスじゃないっていう。そうなんです。つまりここでこの表現はここにしか出ない。うん、だからここで間違っておいたらそのままずっと行っちゃうぞという。うん。うん、だから、いや、いくら、例えば5ラウンドってね、また出てくるしみたいな状況だったら、そう、そんな心配しないじゃん。そう、だから5ラウンドなんかの場合は、後から出てくるんじゃないとね、まだあと4回も来るわけよとか、うん、そういうのがあるから、それでね、先生方、横浜なんかだと心休んじてっていうか、はいはい、まあいいじゃないと、あとまだ何度もあるしさって、こうなる。だから要するに、本当の単線のね、うん、もう一回この駅通っちゃったらもう絶対戻ってこないぞという、はいはいはい、そういうその銀河鉄道まっすぎるわみたいなやつで、一度も戻らんぞっていう、そういうティーチングのイメージがあった場合はすごい緊張しちゃうわけですよ、うん、一発で決めないとダメだ、うん、ところが一発で決まるものなんてほとんどない、はい、はい、うん、ってことです。やっぱライティングとかも、1学期に1回しか書かせませんとか、うん、1年に1回しか書かせませんってなっちゃうと、そこでしか直す機会がなくなる。七夕ライティングみたいなやつはダメなわけよ、はいはい、そうです年に1回しかないから、ね、でしかも今日は天気悪いからできるかも、できないかもしれないとか、ね、そうですね、いうような、なんとかでなりたい、なんとかなりたいとか、そういうことですね。短冊に書くやつ、年に1回しかないから、短冊を書こうと、年に1回しかないから、でやっぱり書くとのと短冊しかないし、ね、クリスマスに来たらついにまたね、ぶら下げる。でもそれは宗教違うし、年に1回、宗教上の理由でそれには乗れませんけど、あれだけど、要するにそのジャブジャブやらせる、だからパフォーマンステストをやれとかまた言うじゃない、その言われるから、
そうすると高校でパフォーマンステストやりました、インタビューしましたとか言って、うんうん、それじゃあそこインタビューテストまでに何回こう話す機会があったのって、いやいやインタビューテスト これが初めてです、はい、でこの楽器はこれしかありませんって言うから、ちょっと待ってって、それテストだけじゃんっていう、うん、だからね、指導したことをテストしろってよく言うけど、うん、テストだけで、テストしたことをテストしてじゃないけど、うん、それにしじゃあ来学期はどうだったら、いや2学期は2学期末ですなって、うん、年に3回しか喋る時間はないというようなことはやっぱりダメ、うんうんうん、だからやっぱりそのなんかこの全部教えたくなっちゃうっていうのは実はその、その1回しかチャンスがないみたいな、うん、その、ね、1回の表っていうのヒット打たなきゃもうそれで負けちゃうみたいな、うん、まだ9回まであるじゃないみたいな、それがない場合ってことですか、そうそう1回だけで、でもまあ1回しかなくて、でそこでフィードバックしたとしてもその後に勝ったチャンスなかったらもう定着しないですよ、そう、うん、結局はでもそれをだからやったよっていう、そのフィードバックがすごくうまければ1回でもなるほどそうだったのか、次は先生間違いませんって思ってくれるって、でもその後でも書く機会がもうない、練習のね、自分は与えないけど学生は生徒はどっかであるだろうみたいなね、入試とか、まあ初出の時には何も言わないけど、うん、あるところで行って、ああそうだったのかっていうのはあるわけで、うん、これ一発で決まっちゃう可能性がある、うん、一発ってのは説明が一発なんであって、うん、他の体験はしていて、それでああこの子これとここがずモヤモヤしてるなっていう、うん、パッて行ったらああそうなんだっていう、それは結局だから何回かそうやって観察しないとダメってことですよね、その見極めをするためには、うんうんうん、だからそれでそうすると、じゃあいつやるのよ、うん、時間をどう作るのよっていう、うん、だからそっちのアイデアも出していってますよ、うん、だからこっちをお使いください、うん、使うかどうかは別だけど、それは自分で考えるのよっていうのは、うん、やっぱりこうシェルパにならないので、うん、盗聴ね、盗聴